Dragon Gate Records。 初めてその登竜門っていうのを知ったのが、学校の、こう図書館に登竜門の本があったんですよ。たまたま偶然それを見て、あ、なんだこれ、登竜門っていうプロレス団体は面白そうだなと思って、で、なんかのきっかけでその選手が試合してる映像を見ることができて、それでもうその日からもうその映像を何回も何回も録画したやつを見て、もうずっともう、うわ、これがもうこの世の中にあるもので一番面白いと、何よりも面白いのがドラゴンゲートのプロレスだと思って、もうその瞬間この人たちになりたいと思いましたね。お前が勝てばお前の腰にはこのお祓いゲートのベルトが巻かれることになるんだぞ。3月6日の後楽園ホールをもってプロレスラーを引退します。ドラゴンゲートの未来は俺が切り開く。次のドリームゲート挑戦者はこの俺、ビッグ R セミさん。ごめんな、俺ドライブ抜けるわ。俺自身が上がるにはそろそろチームを作りたいと。お前らのな、髪の毛とな、俺の髪の毛じゃ価値が違うんだよ。アンチャスだからって高木慎吾の手助けを僕が素直にすると思わないでくださいよ。ドラゴンゲートをご覧、ドラゴンゲートの DVD をご覧の皆様、どうもフィッシュボールゲート会長のソコです。吉野さんね、あとファーストフィンガー上げるときに、はいはい、ポーって言うんですよ。言って言って言ってる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 言って言ってますよ。ハンバーグ、え、ハンバーグ、ハンバーグ、わかりました。ハンバーグ、フィッシュボールや、フィッシュボール。もう一回もう一回